時代を切り開くリーダーを迎え、多彩な視点で議論を深める銀座クロッシングトーク。今回のゲストは日本総合研究所チェアマンエメリタスの高橋進さん。日本を代表するエコノミストとして報道番組でもおなじみ、豊富な経験と知識に裏打ちされた分かりやすい分析解説に定評があります。ウクライナ侵攻で混迷を深める世界経済、資源価格の高騰、急激な円安、日本経済の行方は。クロッシングトーク。今年はですね、もう本当にそのウクライナの侵攻、ロシアの侵攻ですね、それから原油高ですとか、インフレとかですね、世界的に非常にその混沌とした世の中に、なっているわけですけれども、世界経済のその現状については、高橋さんはそのどのように今ご覧になっていますでしょうか。はい、大局観としては、コロナからの回復過程にあると、はい、でコロナからの回復だけってことであれば、私は世界経済はそんなに心配いらないと思うんです。ただそこに加えて、その脱炭素の問題、グリーンですよね、はい、それからウクライナの問題、この2つが起きたので、非常にこう先が読めない、はい、例えば脱炭素でいうと、請求にその化石燃料から脱却しようとして、もう数年前から投資やめたり撤退してますよね。そういう早すぎた脱炭素っていうんですかね、それが今の非常にこうエネルギー市場の混乱を引き起こしていると。単にコロナで需要回復が早かったから混乱しているだけじゃない。そういう意味じゃ、エネルギー問題って実は西側諸国にとっては安全保障とも絡んで、ここが非常にこれから先問題になるんじゃないかと思います。それからもう一つはウクライナで、これってまだ奇数分かりませんけど、多分プーチンがいる限りは西側は制裁をやめられない。でそれは何を意味するかっていうと、ロシアが世界でどんどん孤立していくと、はい、でその先どうなんだろうって考えると、もうすでに世界は米中でデカップリングになってましたから、今度はロシアが中国にくっついて、よりデカップリングがひどくなるんじゃないか。で新冷戦とか言ってますけども、これ世界の構図が変わることを意味しますよね、はい、ですから私はその世界経済を見るときには、短期的な回復のことよりも、その、コロナを置いといたとしても、脱炭素のやり方、進め方、それからもう一つはそのデカップリングの行方、これが非常に心配でたまらないっていうところなんですけどもね、はい、エネルギー安全保障の問題というのは本当にその今まであんまり、本格的に議論されてこなかったように思うんですけれども、はいはい、エネルギーの安全保障とは、社会経済活動や市民生活の維持に必要な石油、天然ガス、電気などのエネルギーを妥当な価格で安定的に確保、供給すること。やっぱりこういうことが、ウクライナのことがあったきっかけで、日本人のその国民にとってもね、ちゃんと議論するならこう今だっていう感じは本当にするんですけれども、はい、単純に考えると、今まで石油を輸入してたのが、再生可能エネルギーがあれば石油を輸入しなくて済む、これは日本にとって安全保障面ではプラスですよね、はい、でもそれは国内で再生可能エネルギーをちゃんと作れるっていう前提ですよね、はい、ところが例えば再生可能エネルギーを作るのに必要な太陽光パネルって7割以上中国に依存してるんですよね、はい、でこれから先も再生可能エネルギーでは必要な資源だとか、そういうものを中国だとかロシアだとか、そういうところに依存していかなくちゃいけない、これからデカップリングしてしまうかもしれない反対側の陣営にたくさんあるわけですよね。でそういうことを考えていくと、経済安全保障ってよく言いますけども、はい、私は単にその技術が流出するとかそういうことじゃなくて、そうですね、日本の産業力を強化して、ちゃんとエネルギーを安定的に廉価に供給するっていう体制を日本は今作れんのか、でその準備は私は今の政権にできてないんじゃないか、なんか一番良くないのは、そういう問題をこうなんとなく蓋をしてしまって先送りするっていう、はい、割と日本にありがちなスタイルです。もうずっと先送りしてますよ。 そうですよね、私は特にセンシティブなのは原発の問題だと思うんですけれども、はい、でヨーロッパ、ドイツなんかやっぱり原発をやめるっていう決断をして、はい、しかしよく考えると、これ世界的にもし西側がみんな原発やめてしまって、中国とロシアだけが原発を続ける、あるいは将来の新しい原子力発電の技術を磨いていくってことになると、それはそれでこれは世界的にまた安全保障の問題にもつながってきますよね、はい、でそういうところまで含めて日本の原発どうするかとかっていうことについて、やっぱりタブー視しないできちっと納得いく議論をしていかなくちゃいけないと思うんですね。 そうですね。日銀が3月に行った調査では、大企業、製造業の景況感を示す指数が7四半期ぶりに悪化、先行きは
さらなる悪化が見込まれています。日本経済の現状についてはどのようにご覧になっていますでしょうか。はい、日本経済も基本的にはコロナからの立ち直り過程にあると思います。はい、国内の需要ですけれども、個人消費もまあコロナがある程度コントロールできるようになれば消費も戻ってくるので、そうするとまあ短期的には日本経済はやっぱりそんなに悲観視する必要はないというふうに思います。はい、ただその中でやっぱり一番気になるのが物価上昇ですよね。はい、今景気予測をやっているようなエコノミストの人たちって若いですよね。彼らってインフレ知らないんですよ。そうですね、なのでもう去年から物価上がるよって言うと、いやそんなことはないと思いますよってずっと言ってたんですけど、でもやっぱり上がってきましたよね。はい、いや上がってないじゃないかっておっしゃるかもしれないですけど、でも上がってない理由は企業が結局そのコストアップを転嫁できなくて、収益圧迫してるからですよね。でそういう中で賃金も上げられないとなると、はい、物価表面的にはさほど上がってなくても構造的には良くないと思うので、ちょっとそこがこれから日本経済にとって非常に一つのこうウィークポイント、ボトルネックになってくるんじゃないかと懸念してますね。そして気になるのが急激に進む円安です。円安もあり、そしてその資源高もありっていうのが物価上昇の背景にあるわけですけれども、はい、昨今の円安についてはどのようにご覧になってますでしょうか。私はもう、去年から円安になるのは必然だと思ってました。っていうのは日銀は超金融緩和をずっと続けてるわけですね。ところが欧米が物価上昇で金融政策を転換しなくちゃいけない、すると内外金利差が広がっていく、はい、であればこれは円安にプレッシャーがかかってくるだろうと思ってました。ただここまで行くっていうのは内外金利差だけではなくて、やっぱり日本経済に対する信任だとか、通貨の円に対する信任とか、そういうものがちょっと昔と変わってきたのかなっていうふうに思いますし、それからもう一つは円安って企業にとっては収益膨らみますし、それから輸出も伸びるっていうメリットがあったわけですけど、これだけサプライチェーンがグローバル化しちゃうと日本企業にとって円安って昔ほどはメリットないかなと、むしろまあデメリットが強いとまでは言い切れないんですけれども、でも今の局面ではあんまりありがたくないなと、ちょっと円安になったぐらいで止まってるのがいいと思うんですけどちょっと明らかに今回の、ね、動きはちょっとスピードが確かに速すぎるなというのと、はい、ここまで速いとやっぱり企業も、ね、ついていけないですし、はい、一方でそのこの対応をですね日銀に求めるっていうのはどうなのかなと思うんですけれども、その物価が 2% になるまではと日銀は言ってきたわけですけど、はい、日銀は消費者物価指数の前年比上昇率 2% という目標を達成するまで、いわゆる異次元の金融緩和を続けると主張してきました。ところが素直にその物価をカウントしていくと前年比で 2% を超えても不思議ではないわけですよね。はい、一方で長短金利が上がってしまうと政府の債務が水ぶくれしますから、はい、政府も日銀も金利は上げたくないってことだと思うんですよね。うん、そうすると実質的には金融政策なかなか変えられないってことになる。うん、少なくとも黒田さんがいらっしゃる間は変わらないと。うん、でもそれって本当にいいんだろうかと、私やっぱりそろそろ金融政策の転換を議論すべき時期ではないかなと思いますけどもね。物価高が一時的なもんであれば政策転換まではないのかもしれません。でも私今の物価高ってエネルギーとか資源の問題ってその短期的な需給のバランスの崩れだけじゃなくてもうちょっと構造的な問題があると思うので、日本も欧米も物価はちょっとそのどんどんこう加速的に上がるってことじゃないですけども高止まりするとかですね、はい、そういうことは覚悟しておいた方がいいんじゃないかなと思いますね。そうすると、まあ、日本でもインフレが加速して景気減速っていうのが同時進行してしまうの、要するにスタグフレーション的な感じっていうのはちょっと心配になってきますよね。いわゆるスタグフレーションっていうのは物価がものすごい上がることですけども、はいはい、そこまではいかない気がするんですけども、はい、でも何ですかこうミニスタグフレーションっていうんですかね、はい、ちょっと物価が上がって、うん、で景気がこう停滞しちゃう、まあ、ミニスタグフレーションっていうのはより可能性が強いかなっていう気がしますね。この後は岸田政権が掲げる新しい資本主義で日本経済は救えるのか、クロッシングトーク。エコノミストの高橋進さんとお送りしている銀座クロッシングトーク。岸田政権が
経済政策の根幹として打ち出した新しい資本主義。コロナ、ウクライナと先行きが不透明な世界情勢の中、日本経済を救う処方箋になりうるでしょうか。新しい資本主義ですけれども、こちらにありますようにですね、この基本的な考え方として、持続可能性や人を重視し、新たな投資や成長につなげますと、官民が協力して成長と分配の好循環を実現するのだと、いうことですけれども、この新しい資本主義っていうのは、基本的にその一体どういうものなのかってちょっと分かりにくいという声も多いと思うんですけれども、岸田政権になってすぐ新しい資本主義って言い出しましたけど、ちゃんとした定義聞いたことないんですね。で、ただ文藝春秋の2月号に総理自らの筆による寄稿があったんですね、でそこで見ていくと1980年代以降ですね、いわゆる新自由主義っていうのがありましたよね、その何でも市場に任せていく、それから政府は小さい方がいいっていう、そういうやり方でもって世界はグローバル化が進み、から成長も加速してきたと。ところがその弊害として所得格差の拡大だとか、それから貧困の問題だとか、あるいは気候変動のような、市場に任せておいては解決できないような問題が非常に大きくなってきたと。だからここでその資本主義っていうのを修正して、政府が適切に市場にこう介入することによって問題を解決していく、でそのことによってよりこう持続的な成長を実現していく、これが新しい資本主義なんだっていうふうに私は岸田総理はおっしゃってると思います、ですがそれは私は欧米各国には当てはまると思うんですよ、じゃあ日本はどうなんだと日本は80年代からずっと新自由主義で改革やってきたのかなと改革してないから今の日本の手たらくなんじゃないかと。ここで上がってるようなことっていうのは、実は、第二次安倍政権ができて、で私その時に経済財政諮問会議の委員にならせていただいて、その時から賃上げのことを言ってますし、それから日本経済が低迷していると、でその低迷を打ち破るために何が必要なのかっていう成長戦略を一生懸命考えながらやろうとしてきた、そういう中で行き着いたことが、人をもっと重視して人に投資をすることが結果的には生産性、付加価値を上げ、生産力を上げ、生産性を上げ、企業は収益を上げ、それを賃金に分配していく、あるいはその一部を研究開発に向ける、そして次の今度はまた成長につなげていく、あるいは消費の拡大につなげていくっていう好循環を作りたいって、俺たち単純な話ですよね、でもそれって今まで日本が処方箋を書いてても実行できなかったことばっかりなんですよね、なので別に新しい資本主義じゃなくて、できなかった改革をやれっていう話なんだろうとで問われてるのは、岸田さんがその改革をできますかっていう、そういう文脈で捉えるべきなんじゃないのかなっていうふうに思います。その上で高橋さんは、日本が取り組むべき課題として、物より人に投資することだと指摘します。もともとこの十数年代議論してきたのは、日本は、潜在成長力が落ちてきていると。じゃあなぜなのかって言ったら、人口が減少していく社会で労働力が増えない、それからマーケットが大きくならないので設備投資も増えない、であれば成長の源泉は生産性しかないだろうと、生産性を上げることだろうと、言い換えるとイノベーションであり、そのイノベーションを引き起こす人的資源だろうと、ですから企業はもっと研究開発や人材育成に金を使えと、ふんだんに金持ってるじゃないかと、もっと使えと政府は言ってるわけですね。ところが民間企業はそういうところになかなか投資をしない、だからこれをどうやって投資を引き出すかっていう課題から、もう一つは政府が財政逼迫の中で教育だとかリカレントだとか、そういう人的資本への投資を怠ってきたと。これはやっぱり方向を変えて、官も民もそのもっと金を使って人的資源や研究開発に投資をする、そういう社会を生み出せば結果として、イノベーションが大きい、生産性が上がる、で成長できる、これを生み出すことに、尽きると言ってもいいぐらいだと思うんですね。第二次安倍政権で経済財政諮問会議の民間議員を務めた高橋さん、当時から議論されていた賃上げの問題も未だ解決していません。これなかなかその進まないのは、日本で賃金が上がらないっていうのは、その何が一番の？安倍政権できた時に私たち賃上げすべきだって言ったら、経営者の方はそれは違和感がありますね、考えられませんよっておっしゃったんですね。だけどいや そうじゃないでしょと、そのデフレの中で賃金を下げ、それから人的資源への投資をやめたから
その人材の力が落ちたんじゃないですかと、むしろ賃金上げて人材投資を活発化させることが活性化につながるんじゃないですかということで押したんですけども、でもなかなか企業は、まあ、少しはやってくれましたけど、抜本的に人材の投資を強化しなかった。それはなぜかというと、人材の投資はコストって考える、で日本企業の経営者って長期的に収益を上げる自信がないんだろうと思うんですよ。だからその一人の投資もしないし、研究開発とかそういうものにも及び腰になっちゃうんじゃないかなと。そういう意味で日本の経営者のマインドってすごく大きいかなっていう気がしますね。それからもう一つは、非正規がこの20年ぐらいでものすごい増えましたよ ね、はい、で労働市場の柔軟化とかいろんなこと綺麗事言われましたけど、はい、結局非正規を使えるってことが企業にとってコスト抑制になってしまってる、はい、でそこが私非常に大きな失敗だったなと。だからもし私は本気で労働市場を変えたいんであれば、岸田政権は同一労働同一賃金を本気でやればいいと思うんですね。で非正規って言葉なくせばいいと思うんですよ、はい、それくらいの覚悟でやれば私労働市場変わりが、その企業の人に対するスタンスも変わるんじゃないかというふうに最近思いますね。結局じゃあその、まあ、表現は違うけれども、まあ、安倍政権の進めてきた改革も含めて違いを出すっていうよりは、それをどれだけ本気でやるかっていうことは結構大事なんじゃないかっていう。安倍政権、菅政権、岸田政権と基本的にこう問題点が煮詰められて、どこに問題があるのか、それからどうすればいいかってことは分かってきたと。であとはやる覚悟だけなのかなというふうに思います。今年はあの夏に参院選も控えているわけですけれども、はい、こうした中でこの新しい資本主義の中で注目しておくべきことってございますね。そうですね、はい、西側諸国、日本以外の国っていうのは、財政支出をもっとすることで成長を生み出していこうというふうに、はい、まあ一言で言ってしまうと大きな政府にちょっと舵を切り替えていると。そういう中で日本は大きな政府無理ですよね。財政的にこんだけ逼迫している、うん、そうですね、はい、だけどそれでも教育やグリーンや、社会保障にお金いる、どうやってそれを捻出するのか、ちゃんとそこの答えを出してほしいというふうに思うんですね。で例えばデジタル庁とか子ども家庭庁とか新しい役所を作って、そこでその従来のこう縦割りを排して新しい政策軸で物を動かそうという機運は出てますよね。でも全部中途半端ですよね。結局その新しいことをやるんであればスクラップ&ビルドしなくちゃいけないよね。それができない、はい、でそれこそ行政改革だと思うんですけど、そういうところに踏み込む姿勢をちゃんと、政権が示せるかどうか、そういうことができるかどうかっていうのが一つその政権が期待できるかどうかの試金石なんだろうと。なるほど。で今のところは無理かなと思うんですけどぜひ実行に移していただけるようにですね頑張っていただきたいなというふうに思ってますけれども、ありがとうございました。続きは後編の方でお願いいたします。